この豪華山、はい、豪華山両公園、高知やっぱ山が乱立しとっけん、山にこう付随した公園もまた多い。ちょっと難しいこと。大好き。もう自然がね。違います。それあれアンチノミじゃない。いや結構アンチノミで、うん、経済的で、うん、ミックスミックスレガシーって。要するにレガシーしに行きましょう。違うわ。まあ一度この公園に行くかどうかリスケしましょうか。もう行けや。リスケすな。はい現れました。え待ってすげえ。えぇ、ー、ガチでテンション上がる。やばっ、ここめっちゃ血液痛くなった。落ちる。お前ら遊び方間違っとうぞ。帰った帰った、竹取りしたらガチで怒る。ほんで遊びたいやん。保険だから。おはようございます。ここが高知でも有名な豪華山公園。たくさんの遊具があって、ほら、見てください。これがあれか、21歳か。ガチでテンション上がる。やばー！一人すかしとる男が多い。すかすない21歳。すかすない。さあ、時間限られている。まだやってない。なかなか上がれない。反り立つ壁、反り立ってはないけど。3、2、あーっとここでタイムアップ、あーっとここでタイムアップ、あーっとここでタイムアップ。だけどそれ編集がするから。座り込んだ、座り込んだ、座り込んだ。そこはやらんわ。かわいいか。はい、上げて、早く。すげえ。やっほー。あれ、あ、どうした。お、すげえ。瞬間移動します。嘘やろ。あ、チュンちゃん分かったよ、そんなまだおらんくなるわけないもん。え、チュンちゃんどこ。チュンちゃん、え、うわー、嘘やろ。え、バリ長い滑り台。え、長っ、これ滑り台すげえ楽しそう。え、なにこれ。いや、これはすごい。ちゃんとね、このちっちゃい子が遊べるようにこうちっちゃい滑り台もあるっていう。あーね、もしかしてひとし。さあ、タイムアップを決めて最後の一本。さあ、タイムアップだ。さあ、タイムアップだ。さあ、タイムアップだ。編集でするから。あーっとタイムアップだ。待てや、登れ。あーっとタイムアップ。そりゃ登れよ。あーっとタイムアップだ。待って。危ない。くそマジ。スピード上げて。天然ランニングマシンあるじゃん、ここ。めっちゃ音うるさい。あとここで終了。あとここで終了。あとここで終了。大したモーションもないんか。あれやって、飛行士。飛行士やろうと思ったんよ。まさかの俺の現地の方が早いっていう。ほんまやね。忘れ物をしました。こいつが上着の MA1 と僕が GoPro をなくして、うん、まさに多分ここやろうなと、うん、これ日の暮れ方で分かると思いますけど、うん、だいぶ日も傾いて。
これガチでかい。え、待って、これ、え、なにそれ。あれやろ、あるやん、あれ、あれやろ。でかい、マジでかい。ほんとマジでかい。え、ガチよかったな。これシャレにならん動画になる感じやったりね。やった3万したんで。まあな、ほんまによかった。それもだって1万ちょいくらいする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 。ガチでかいわ。その滑り台滑りながら持っとったもん、これ。3回目です。せっかく感動したから忘れももう本当に病気やと思う。ここまで来たらこれマジで、うん、高田のバイク峠付きで帰って、帰りのガソリンスタンドで僕の携帯がないことに気づいて、まあ多分遊んだのが悪かったね、多分ね。ちょっとイエーイとかやっとったのがね。うん、やっぱ見つけたら嬉しさでね。あれ、あったー、よかった、よかった、あったおめでとう。マジよ、マジでよかったよ、本当に。それ売られるで、携帯。またやる、勝利のウィーニングランです。あ、今回僕じゃないですありえんよね。いや、マジで靴を忘れました。いつ気づいたん？いや、あの、家帰ってきて靴脱ごうかなと思って。あれ？あれ？あれ？もうガチでもう3回目よね、これ。これはわけがわからん、俺も。いつはしゃいだときに靴を落としたのかも。靴じゃん！あそこにあるの！嘘や！嘘や！でかいこれは！吐いて走れ！吐いて走れ！やめて、やめて、おしゃれならんて。何回目？何？何を分かるの？次は何なん？ほんまに。なんなんじゃないよ。なんなんじゃない。なんなんちょっと待って。服を忘れるな。俺はあの汗かいたやん、今日動いて。めっちゃ動いた。そうで、チュンって風呂貸してやつって。うん、はい。もう何回戻ってしんどかったし疲れたしよ。マフラーまずこれ。マフラーパッて取って。部屋入るときはこうやって置いたかって。うん、置いたの。そしたら、え？え？え？うわ。でも確かに俺もお前の後ろ乗るときなんか掴みづらいなって思ってた。なんかやっぱスベスベはしとったんだ、すごい。え、けどまずあそこの違うやん、お前あの円でめっちゃはしゃいとって、あの辺にあるんやないん。ゼオ、ゼオ、ゼオない、わからんけど。うわー